私のギターどうだった？いい感じでした。相変わらずひなさんは独特なサウンドを出しますね。あ、そうかな。はい、なんというか底知れぬパワーを感じます。あれ？休憩してるとこ。次のライブが近いので箱をお借りしてます。ん、まやちゃん、左手のとこに青いあざがあるよ。あ、これはこの前一緒にスキーに行った時にできたやつですよ。そういえばめちゃくちゃゴロゴロ転がってたもんね。そうですけど。ああ、この間まやちゃんたちとスキーに行ったんだ。美咲ちゃんとかと一緒に行ったんだけど、みんな面白くて私もルンルンってしちゃった。そういえばひなさんって普段からああやって友達と遊んだりするんですか？どうだろう、私あんまり友達とか気にしてないからな。え、そうなんですか？だって面白そうなことをするのに友達とか友達じゃないとかどうでもよくない？そう思うでしょ？なるほど。確かにひなさんは人見知りもしませんし、誰とでも同じように接していると思います。よくわかんないけど、私は私だしね。なんというかひなさんらしいですね。でもこの前のスノボはめっちゃ面白かった。次はお姉ちゃんとも一緒に滑りたいなって思っちゃったよ。いいですね。次はさよさんも誘ってみましょうか。いいの？はい、自分もスキーはもう一度チャレンジしたいですから喜んで。じゃあどうしたらお姉ちゃんが一緒に来てくれるか今から作戦会議しようよ。練習中ですよ。ちょっとくらいいいじゃん。大丈夫大丈夫。わかりました。申し訳ないのですが、少しだけ付き合ってもらってもいいでしょうか？よろしく。